Next, we have a very interesting video of Dasai. By the way, this episode will be available on YouTube this coming Saturday. For details, please check out our Facebook page. Don't go away! 皆さん、こんにちは。ダッサイを製造している朝日酒造の本社になります。私は朝日酒造製造部長、西田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれより、ダッサイの製造現場を皆さんにご案内したいと思います。それでは、製造現場に、向かってみたいと思います。この建物は、10階建てになっておりまして、まず上に原料を運んで、それから順次、下の階に、製造現場が移っていき、最後にお酒を絞って、出荷という流れになってまいります。10階に到着しました。ここではお米を洗って、蒸し上げる工程を主にやっております。それでは中に入ってみましょう。こちらはお米を洗う工程になります。ここで一番大事なことは、この後の工程で利用される部門で、そこから、注文が上がってくる水分量に対していかに誤差なく、仕上げていくかということが求められます。水温は5度で、ゆっくり水を吸わせてなるべく割れないように仕上げていくことが、大事になってきます。それでは麹室に入ってみましょう。ここは米麹を作る部屋ですが、非常に暑い部屋になっております。それでは行きましょう。ここでは、お米を台の上に広げて適当な水分と温度になるまで手でほぐしていきます。タイミングが来たら種麹をつけて、菌を米に植え付けていきます。こちらは箱という工程になります。相変わらず暑いですね。この中に入っているのが、実際にお米に菌が繁殖したものになります。それでは先ほどの麹室から一転、寒い発酵室にやってまいりました。室内は5度で管理をして、発酵をゆっくり、管理をしております。こちらのもろみは、蒸したお米と米麹と水を混ぜ合わせて、発酵させております。糖化と発酵のバランスを取りながらゆっくり35日間発酵させることで、獺祭が出来上がります。それでは次の工程である、絞りの現場に来てまいりました。こちらが、酒粕とお酒に分ける圧搾機の設備になります。ちょっと行ってみましょう。先ほどのもろみをこの設備に上から、送り込んで、お酒が下から、
出てきてこのタンクに入っていきます。白いところには酒粕だけが残るというような設備になっております。どうぞ。最後に検査室にやってまいりました。ここでは麹室や発酵室で、採取したサンプルを毎日持ち寄って、検査にかけていきます。検査にかけたものを数値化して、ここからその後の製造に向けて指示が出てまいります。製造の頭脳というべき場所になっていきます。壁に張り出してあるグラフは、今発酵中のもろみの一本一本の状況を示しています。絞ったお酒はこの後、すべて、機器種に回して、毎日、酒の出来を確認しながらまた次の発酵に生かしていきます。ですね、アメリカに酒蔵を作るっていうのはやっぱりアメリカの食文化を変えていきたい、酒と一緒に新しい食文化を作りたいと思うからなんですね。どうしてもまだまだ日本酒を飲むお客さんっていうのは日本に興味がある、日本に行ったことがある人、日本が好きな人っていうのが非常に多いんですね。それからまたさらに先に進んでいきたいと思うんですが、そのためにはやっぱり現地に酒蔵があって、酒っていうのが身近なものとしてアメリカの人に捉えてもらいたい、それが大事だと思ってるんですね。でそれを誰かにやってほしい、日本酒の未来のためにぜひどこかにやってほしいと思ってたんですが、今回 CIA から私たちに声がかかって、やっぱりこれは運命じゃないかなと、私たちがそういうチャレンジをする、日本酒のためにチャレンジをするバッターボックスに立てるんだと思い、このチャレンジに取り組んだんですよ。ニューヨークの酒蔵で作るお酒の銘柄は日本の獺祭とは少し違う獺祭ブルーという銘柄をつける予定なんですね。このブルー、青っていう言葉は何かって言いますと、日本の言葉だから来てるんですが、青は愛より入れて愛より青し、これは本家を超えるとか子供が親を超えるっていうような意味合いのことわざですが、私たちはそういう風にして獺祭ブルーは獺祭を超える存在であってほしいと思ってます。当然お米は日本から運んでくるものもありますが、アメリカの現地のお米も使います。でお水は当然酒蔵がある地域のお水を使います。気候条件も違う、材料も違う、取り組む人もやっぱり違う、そんな中ですので全く同じ味を求めるというんじゃなく、その環境の中で一番おいしい酒を目指したい、もう日本の獺祭よりおいしいものを目指したい、それが獺祭ブルーという名前に込められています。原料となるお米っていうのは今アーカンソー州の農家さんにお願いして山田錦を作ってもらっていて、それを使っていく予定です。ただ山田錦ってお米自体背が高くて倒れやすい、栽培が難しい、しかもその中でじゃあ山田錦だったら何でもいいわけじゃなくって、獺祭を作るのに向いてる山田錦じゃなきゃいけない、品質のいい山田錦じゃなきゃいけないということで、そこは時間がかかると思ってます。ですので日本から来た山田錦、アメリカから来た山田錦、両方を使っていきながら徐々に徐々にアメリカ産のものが増えていけばいいと思ってます。アメリカに酒蔵を作るっていうと、よく皆さんから言われるのが、じゃあアメリカ人の味を研究してそこに合った味わいを作るとか、アメリカ料理に合わせたお酒を作るんですねって言われるんですが、あまり実はそこを考えていないんですね。これはただ日本でもそうなんですよ。日本人の食事に合わせてとか、私たちが
ターゲットしたお客さんに合わせて味を作っていくとかじゃなく、私たちが自信を持ってできる、私たちが今いる環境の中、手に入る材料の中、そういったもので最高のものを作る、それが私たちの思いなんですね。ですね、アメリカも同じです。ただアメリカってやっぱり日本とは少し条件が違う、結果的に獺祭とは違うものになり、でもそこから始めて美味しいものを作っていきたい、アメリカの環境できる最高の味わいを作りたい、そう思ってます。実は今工事を1年間ほど中断しています。ただその工事は、2021年の6月に再開する予定です。そしてそこから約1年間工事ですとか、許認可、そして、機材の搬入、そういったものに時間がかかる予定ですので、来年の2022年の夏頃から酒造りを始めたいと思っています。実は世界中私たち同じ考えなんですが、人生を楽しむ、美味しいものを楽しむっていう人たちに飲んでほしい。でそれはもうずっと私たちのお酒じゃなきゃいけない、ずっと日本酒じゃなきゃいけないとも思ってないんですね。もうお客さんってやっぱりワインであったり日本酒だったりウイスキーだったりビールだったり、いろんなものを日々楽しまれると思いますし、もしかしたらお酒だけじゃない、お酒を飲まずに楽しむっていうのも十分あると思ってます。そんな中で今日美味しいお酒が飲みたい、その時に皆さんに楽しんでいただけるようなお酒、美味しいお酒を作りたいと思ってますし、そのお酒を飲んだことによってその人の人生がちょっとパッと華やかに明るくなる、そういった瞬間が作れればいいと思ってます。そういうものを求めたお客さんに飲んでほしいと思ってますね。We hope you enjoy the show. Next week, we'll have another talented person from the creative world. Don't forget to tune in. Until then, you have a wonderful week. Continue to stay safe. See you next time. We hope that you have enjoyed the show. Bye! For details, please visit our Facebook and Instagram. At CWTV Hollywood. Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler.Spiral round construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off-road performance for even the most demanding terrain. While computer-simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway. The Ridge Grappler goes beyond expectations.Nitto Tire, fueled by enthusiasts.